くれ、頼む。チャクラムの方が強いんじゃないか、これ。ちょっと待ってくれよ。その後、信太郎たちの姿を見た者はいない。これ最初からになるんだ。FF システムだったね。これどっからだ？この、オートセーブのやつで行ってみようか。なるほどな。もう一回行こうぜ。まあ、二回目ですよ。二回目ですよ。次はね、まあ、真ん中の目から狙っていこうか。ねえ。多分ね、それ倒せるはず。てか真ん中の目が強えんだって。呪くなったってやだな。ちょっと待って、真ん中の目はまさか攻撃を受けないとかいうオチじゃないか、これ。ふざけんじゃないぞ。あ、効くね。いいね、いいね。俺、攻撃は俺が受けてやるよ。オッケー、俺のチャクラムが火を吹くぜ。チャクラムが火を吹いちゃうぜ。あー、間違えた。周りにで、ちょっと待って、156回復って何それ。おかしくない？あ、また右攻撃しちゃった。違うんだよ、そんなことはしたくないの。違う。あれだな、ちょっと作戦決めよう。作戦、3人が同じターゲットを攻撃、ランディのターゲットを攻撃、多分。これで頼む。こいつが目を開かないんだよ、なかなか。スポイトやめな、スポイト。攻撃力上げる？魔法で。そういうのあれじゃん。ポイポイ大丈夫かい？フリーズ。ちょっと待って。ピンチ来ましたね。あ、死んだ、もしかして。死んでないよね。びっくりした。じゃあちょっと回復しな。全体回復やってみる。どのぐらい回復するのか見てみたい。まあ全体回復の方がいいかな、これなら。あー、くそ、外れた。俺の攻撃が、俺様の攻撃が。13か、なんか弱えな。攻撃があんまり効かなくなってるような気がする。自分で回復しときな。これ回復されてねえかな。ちょっと魔法使おうぜ、魔法。違うな、石化も違うな。あ、両方いいじゃん、これ。防御力とりあえず下げさせて。あ、なかなか防御力は、あ、防御力上げんのか。全体にかけます。で、移動速度じゃないんだよな。防御力下がるかな、こいつの。156回復しやがったな。あ、防御力ダウンした。魔法が切れるとこあんの？あー、あの回避のやつか。あんまりやっても意味ないかもしんないな。しっかりレベル上げしていかないといけないかも。片目だけ潰すっていうのはなしではないのかな。
こう打とうと。左があの状態以上の攻撃をしてくる。右が回復してんのかな。右を減らすっていうのはありなのかもしれない。回復をじゃあお願いします。時間制限あるのはちょっとややこしいよなこいつ。誰が今ヒールウォーターした、誰が今ヒールウォーターしやがった。どっちか潰さないといけないな。多分右だろ、右潰そうぜ先に。もうしょうがねえ、しょうがねえ。右は回復してくるから右だけは潰そう。で左残そう。多分左は攻撃してきてるから多分それでいいと思うだよな。オッケー、もうちょっと死ぬだろう。オッケー、リバイブしやがった。まあ、すぐ潰そうぜ。すぐ死んだろ。今どっちがヒールウォーターした。いや左がしてんのもしかして。話変わってくんな。話がちょっと違う。フラッシュビーム。オッケー。コツコツ入れていこうね。コツコツ回避するよ。戦い方これ合ってるか。ちょっとこのリバイブしやがったね。真ん中がリバイブしてんのかな。潰そう。一発で。あ、クソ外れた。オッケー。回復はでもされてないからやっぱりこのやり方で。いや左だなこれ。左潰そうか。もしかしたらさっきのやり方ダメなのかもしれないな。両目潰してもうクリティカル狙って全力でいくしかないのかもしれない。ほらクソダメだな。もう一回リバイブしてくれ。右側をちょっと復活させてくれ。頼む。こいつは何系だ。武器変えるか。武器俺はもちろんこのディフェンダー使う。他の2人は強いやつ使おう。強いやつがねえんだよな。スライム系体のか。うわここでパワーグローブなのか。あーこいつ使おうぜ。パワーグローブで俺は聖剣でいいんだ。でもこいつはランスでいいだろう。あリバイブ来た。よしこいつを倒そう。先にこいつを倒してみよう。なんかめっちゃ攻撃入ってないか。もしかしてあのナックルみたいなやつのおかげでガッツリ入ってないか。ちょっとポイポイのあの魔法を使ってみたいです。ポイト。どうだ回復する。スポイトで。あらスポイトって回復しないのかな。おいちょっと待て。死なないでくれ。買っててよかった。天使の聖杯、まあ、ポイポイに使います。ちょっとわかんねえな。あリバイブ使われた。お前はちょっと殺す。でこれで真ん中を狙ってみよう。でなんかヒールウォーターみたいの使われたらちょっとダメだな。もう手打ちだな。考えないといけない。あそこそこ。これでいいのか。ポイントか。ポイントは誰が回復する。お前だな。オッケーオッケー。あちょっとうざいな。よし俺にも。あーくそ。あ間違えた。左を倒したい。左を倒したい。倒そう。はい殺してくれ。もう一発。
多分回復されてねえからこれでいいはず。これ好き。そんなに悪くないはず。俺溜めてんのに攻撃狙われてんな。すぐ、あ、ちょっと溜め攻撃はもうしない方がいいかもしれない。オッケー、リバイブ任せな。オッケー、一撃。あとは真ん中のお前なんだよな。これ好き。お前ら回復がねえから。いいね、結構苦戦してるね。よし、やっと苦戦するボスに出会えたという感じ。でミスなんだよ。回復してねえから近すぎんのか。なんか俺の攻撃だけ当たんない、当たんない気がする。当たった。これ好き。ちょっとプリム、なかなか強いね。2発入れれるな。くそ、入んないな。ちょっと狙わないでくれ、狙わないでくれ、狙わないでくれ。アイテムがないんだもん。ちょっとこの戦法に気づいたのがちょっと遅かったな。おい、死なないでくれよ、頼むぜ。リバイブか。ちょっとお前ら狙ってくれ、真ん中を。俺こいつ行くから。うわ、くそ、当たんなかった。オッケー、これで回復は大丈夫。本当に大丈夫かこれ。右殺さなくて大丈夫かな。なんかあんまり減ってる気がしないんだよな。右を殺さないと絶対死なないっていうことはないかな。それが怖い。やめた。あ、ちょっと待って。のぶた、危ない危ない。のぶたろ死んでも大丈夫なんだまだ。あぶね、あぶね、まさかの俺が死ぬ。あ、俺今プリムになってる。よし、こんなこともできるんだ。プリムをちょっと回復アイテムないの。あ、違う違う、お前ちょっと魔法使いな。お前ちょっとこうしてくれ。じゃあ俺プリムになろう。戻り方もわかんねえしね、正直。戻り方わかんねえんだ俺。どうやって戻ればいいかわかんねえんだよ。ただお前らはそっち狙ってな。俺こっち行くから。あれ、なんか当たんねえな。当たんない。よしよし。ちょっと待って、ポイポイ死んでんじゃん。ちょっと待って、あと2個アイテムが全部なくなっちゃった。ポイ当たんないんだけど。近く寄った方がいいのかな。 1? なんだ1って。1? 貯めないと。なんでだ、なんかうまくいかない。やばい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 ぞ。これそろそろ右を倒して、もう賭けに出るっていうのもありだね。このままじゃ全滅しちゃいそう。またなんか全然効かないな。ちょっと待ってくれ。ちょっと聖杯まだあるか。まだいけるな。オプションじゃない、オプションじゃない。作戦、作戦。つか俺キャラ変えてんだけど、キャラどうやって変えんのこれ。キャラ
ラの変え方が分かんねえな。今変わったな、なんかこうか。オッケーオッケー。とりあえず回復な。うわー、ちょっと2人死んじゃうな。チョコレート何個だ。3個か。俺がちょっと右を攻撃するから、お前らもちょっと続いてくれ。そう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 、それでいいんだ。ちょっとチョコレートを使う。兄貴が当たんねえんだよな。これ好き。もうちょっとだ、叫んでよ。これで死ななかったら、これで真ん中が死ななかったらちょっとつらい。さすがの俺もつらい。にんまりとはできない。よし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 、いくぜ。なんだこいつ、どうやって倒せばいいんだ、どうやって倒せばいいんだ。よし、いった。あっぶねー。ある程度減らしといてよかったのかな。やり方が合ってたとは思えない。うわぁ強かった。ちょっとレベル上げようかレベル上げようかというか、道中の敵倒していこうか。ここら辺からちょっとね、やっとレベルが合ってきたのかもしれないね。やっぱこんぐらいちょっと苦戦した方が楽しいよな。ほほう、なるほど、聖剣の勇者だったのか。まあでもこれは面白い。なんだろう、でも敵自体が強、ボス自体が強かったわけではなく、時間制限があったから倒せなかったっていうのがあるから、ね、しかしこの程度で聖剣の勇者とは。時間かかっちゃったね聖剣の神話もたかが知れた。初のゲームオーバーとね。まあ今回は私の負けということにいや、何逃げる気でいるの。だが殺すよお前は。こいつらはもらっていくぞ。ダメだよ。待ちなさい、ダメだ、ダメだよまた会おう。パメラも連れて行っちゃったの。どうしよう、回復アイテムもままならないこの状況で。ちょっとパワーグローブをさ、やっぱ鍛えておいて。もうちょっと強い武器を持ってないとちょっと不安になっちゃった。ちょっとそうだな、ポイポイはランスの力をちょっと上げてもらって、ノブタロイはまあ弓矢上げてもいいのかな。いやまあ普通にチャクラも上げてもいいか。スライム系、リザード系に大ダメージ。おや、おじゃ、ありゃ、ここはどこじゃ。うちのパメラは。ごめんなババア、パメラを守れなかった、すまなかった。ここは一体どこだ。あ、お前はちょっと落ち着け、大丈夫だから、俺が何とかするから。私は一体何をしていたんだ。すまぬが城に報告して。いや行けよお前が行ってこいよ、戻れよ。何頼んでんだ、将棋に戻ったんなら働け。あ、お城に行けってことかな。なんだか頭がぼんやりするわ。あー、俺が解放してやるよ。ジェバ、あ、パパ、隙を突かれてしまった。ジェバもさっきいたの、もしかして。お前ほどの勇者が。帝国皇帝直属の四天王の人、奴が直に来るとは。おお、あいつは四天王の一人だったのか。でも四天王の中でも最弱なんだろうな、タナトスは。しかしなぜこんな手の込んだことをするのだろうか。いつもの帝国のやり方と違うようだ。まあ、ちょっと今のね、四天王っていう言葉で僕は怖くなりましたね。あら、これはこのゲームはまだまだ終わらないなとまだまだ終わらない、進みが遅いな。アナ神殿の種子の封印を解くことにあるはず。タナトスの狙いは一体
あと四天王が3人いると。奴がいたということは本体がこの地方へ到着するのも時間の問題だろう。何か胸騒ぎです。俺も胸騒ぎだ。ルカ様の元へ戻りなさい。私は地底神殿を見てこよう。地底神殿ってどこだっけ。ドワーフのところか。じゃあ俺はルカ様のところだな。ん、いい BGM で、いい BGM ね、今の。まだ中に人いるのかなって感じで戻ってきたけど、戻ってきたわけなんだが、まあ一家大丈夫か、誰もいないだろう。まあちょっとね、お話を。あ、誰もいないな、寂しい。こんなまがまがしい神殿だな。こんなとこ誰も近寄らないぞ。悪魔じゃん、全部悪魔の像じゃん、全部。ちょくちょくね、レベルを。いい BGM だね、ほんとに。こんな BGM だったっけ、もともと。定かではない。とりあえず一旦お城に行きましょうか。なんか報告したりとかしなくちゃいけないんじゃないの。ここはパンドーラ。話、みんなに話を聞いていこうよ。こっちは何もなかったよね、ここのお城は。あったか。ないな。いや、あるんだな。ここ兵士城みたい。兵士城じゃない、兵士がいっぱいいるとこな。魔女の城に向かったディラックの討伐だ。あら、あんま変わってないのかな。町の人々も終わる。いや、でも俺が今あの、あいつ倒して。俺も本当は死にたくないか。あれ、俺も命が。なんか違うな、セリフが元変わってない。あ、そっか、別に王様のところに行く必要ないのか。そもそもルナ様のところに行けって感じだったもんな。じゃ、王様のとこ挨拶行きたい気分もありますが、そこはまあ置いときましょう、今回は。で、こいつらにちょっと話を聞いてみたい。うるさいわね。そんな、私はもともと無口なの。だから、まあこいつらあれお前無口なのか、元から、うん、元に戻ったよ。 いや、いいぜ。ありがとう。いいぜ、いいんだぜ。変えたかな、ここ。いらっしゃいませ。どうだ、アイテム、アイテム的に。まあ装備品は全部。お、チャイナドレスとかある。買おうぜ、チャイナドレス。あとはぜ、ほう、コブラの腕は良い、良いものを、良いものをお持ちで、店主。また起こし。いいじゃない、装備しようぜ。強くなろう、みんなで。な？あ、これレベルがあんだ。魔法、どんどん使っていかないといけないね。魔法のレベルも上げておかないとダメでしょ。どれだ？チャイナドレス。結構プリムンはエロい装備を着るんだね。で、全部をコブラの腕輪に変えると、これで OK なんじゃないでしょうか。で、ちょっと邪魔になるから、いらっしゃいませ。売ると、この今まで使ったパワーリストをね。まあ、ドラクエシステムじゃないで、今回死んだことでドラクエシステムじゃないで FF システムっていうことが分かったから、まあ、金はね、金が減る必要は、金が、ドラクエみたいに金が減る心配はないと。まあ、ということでね、まあ、金は全然残しておいていいんで、まあ、これは持っとかないといけないな。これも。チョコレート欲しいな。ニキータのとこあったかな。他にまた起こし。もしかしたらもう一個ぐらいお店があるのかもしれない、こんなにでかい町だから。ここはお家か。
つみんなに話を聞くのもいいでしょう。パパとママが元に戻ったよ。よかったね。パパとママが元に戻ったよ。よかったね。この子たちのためにも戦争が起こってほしくないわ。今さら親ぶってんの。何があっても家族を守らなくては。お前もな。俺がお前らを守ってやったんだ。金をよこせ金を。礼の一つぐらいあってもいいよな。王様のとこ行ったらなんかもらえるかな。あ、ちょっと全部回ってた時間もないんでね。どうもありがとうございました。なんだその言い方は。もうちょっと感謝してくれてもよくねえか。お嬢様が出て行ってしまわれてから旦那様は塞ぎ込んでしまわれました。どうかお戻りください。あ、プリムンの家か。まあまあ、もう一回旅に出る前にルーナ様のところに行く前に一回ぐらいなハグでもしてあげようか。戻っ、パパ、私ディラックを助けだ。聞いたな、何回も。何回も聞いたことのあるセリフだな。8回ぐらい聞いてるかもしれない。宿屋でしょ。村の中ぐらいな、みんなの話を聞いていこうと。村を救った勇者の話。俺は何も知らん。許してくれ。お前何やったの。何やったの。ちょっと話、前回の話を覚えてない。なんか悪いことやったの。許せないな。あ、ほら道具屋あんじゃん。チョコレート買えるかもしれない。なんということじゃ。パメラだ。ごめんな、パメラは俺が何とか救ってくるから。その代わり嫁にくれよ、パメラを。パメラと結婚するのはわしじゃ。うん、パメラはきっとわしを助けようとして巻き込まれたんじゃな。そうだな、老害が長生きしてもいいことはないな。うん、早く死なないとな。50過ぎたらもう死を考えていいと思う。50過ぎたら安楽死があればな。俺も50過ぎたら死にたいなとは思ってる。安楽死があればな。死ぬのはでも怖いからね。そこだけの問題。いらっしゃいませ。あー、ここは違うのか。チョコレート売ってないな。ニキータの店かな、あったっぽいの。まあ、このね、次、ルナ様のとこでしょ。ちょっと遠いんだよね。もうちょ、大砲っていう手段もあるけど、大砲のとこ行くぐらいならもう直で行った方が早いっていうね。まあ、1分ぐらいで行けるっちゃ1分ぐらいで行けるんだけどね。一泊重力ですが。ちょっとめんどくせえなっていう気分は、ややあります。どっちだこれ。俺今回セーブしたか。ルナ様のとこでしたから、あ、じゃあこっちか。ああ、そう、めんどくせえんだよね、行くのが。大砲屋がね、この村の近くにあればいいんだけど、ちょっと多かったような気もする。まあ、1分ぐらい帰ってちょっと行きましょうかね。というか、まあ、今回これで終わりましょうか。次回はね、ルナ様のところまで移動して、そこからスタートさせましょうかね。まあ、おそらくね、ルナ様のところ、まあ、種子の封印を解くことらしい。さっきのやつらがね、タナトスが、まあそこら辺、四天王なりボスなり雑魚的なりが、まあ、神殿に攻め入ってるのかなと。そのルナ様を助けて、まあ、ちょっとノブ太郎といい感じになるという次の展開期待していてください。では、これで終わりたいと思います。バイバイ。